サトシのシー、皆さん、こんばんは。私のニコ生放送を始まりました。今日もよろしくお願いします。なんだこの部屋は。ピンクばっかり気持ち悪い。怖い。あなた誰？今、ニコ生放送始まってるのに。降りるなは。それに引っ越してきた碇万太郎だ。よろしくな。最近サトシ、お前の声が響いてニリニンじゃ。今すぐやめろ、気持ち悪い。碇万太郎さん、ごめんなし。私これから気をつけるなし。だからニコ生放送やらしてなし。おいサトシ、これは世界的に繋がってるのか？うん、繋がってるな。なら、モノモース。俺の名は分かってると思うけど、柴田をモノモーした、碇万太郎だ。よろしくな。今日は、サトシにモノモーしに来た。俺は、サトシの横に住んでいる、碇万太郎だ。よろしくな。俺がなぜここに来ているか。サトシー、サトシーって言うてんだよ。見られないわ。だから来ちゃったんだよ。それを言いに来た。以上。こんなピンクばっかりでキティちゃんだらけの部屋が気持ち悪くなってきた。お前も気持ち悪い。この部屋も気持ち悪い。みんな気持ち悪い。彼氏か？かっこいいな、うん。これからは静かにしろよ。バカだりが。くぬ。皆様、碇万太郎さんが大変失礼なことをいたしました。私が悪いんです。ごめんなさい。皆さん、これからも。サトシーをよろしくなし。じゃないと、泣いちゃうからね。せいぞ、バカタレ。